どうも、本能の小物釣り師です。本日は能登島久喜漁港に来ました。この久喜漁港、30センチのシロギスが釣れるという情報があるところでありまして、今回3回目になります。しかし、大きいシロギスは未だかつて釣れたことがないです。今回3回目のチャレンジということで、今日こそはぜひとも釣りたいなと思っているところです。ちなみに釣れる時期は晩秋から冬にかけてということなので、だんだん期待が高まってきたと思って向かっているところです。さて、釣れるでしょうか。さて、釣り方ですが、竿がエギングロッドの 2.5m、 道糸が PE0.8号に PE2号の力糸をつけております。重りはジェット天秤の6号で始めたんですが、途中で根掛かりで取られてしまいました。でその後は丸型の中通しの2号の重りを使っております。狙う距離はほんの足元の 4,5 メーターぐらいの手前のところです。情報によると手前にキスが、駆け上がりのところにキスが詰まっているという視聴者さんからの情報がありましたので、まあ、そこを狙ってみたいと思います。まあ、この竿なので遠投はできないので、まあ、そういう特徴ある狙い方をしてみて釣れるといいですが、どうでしょうか。針がキスの7号で、ハリスが 1.5 号がついている50連発の仕掛けです。餌は石5回、砂利目の生きたものを使っております。こんな感じで投げて引きずりをしているところです。コンディションは、風向きは、画面で左から右に吹いている感じで、まあ、そんなに強風という感じでもなく、まあ、この季節にしては許容範囲かなという、そのぐらいです。天候は、晴れで、まあ、普段雨のことが多いんですが、今日はいい天気でございます。まあ、あと釣れてる状況ですが、堤防の途中に一人だけいた釣り人さんは、釣れてるのはメジナを浮き釣りで釣っているということで、メジナは釣れてるのですが、隣に投げ竿が放置してありました。ということは、まあ、もしかしたらダメかなということで、まあ、とてもとっても一抹の不安を感じながらの釣りになっております。それでは当たりを待ちますが、ちょっと時間を縮めて直前まで行きます。
というわけで今回もダメでした。まあ、腕が悪かったのか運が悪かったのかはともかく、まあ、これから正月明けとか、まあ、冬はどうなんでしょうかね。まあ、その辺も休日と天候が合うようであればまた試してみたいと思います。というわけで本日は以上です。どうもご視聴ありがとうございました。はい。